はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。4月15日ですね、水曜日の4時15分16分ですか。曇ってきました。ちょっとね、暖かいかなと思ったんですけども、普通ですね今ね。まあでもこんな格好で部屋出て普通に冷暖房なしです。さっきね電話かかってきたんですようん、まあ年に 2,3 回電話で喋る程度の人。ほいでね何かと言いますとね、会社やってはるんですけどね、例の今中小企業が売り上げが減ったらですね、お金もらえるってあるでしょ。で、あれを欲しいねんけどもって、手続きはこれこうやってこれで困ってるんですわとか言って、千原さんって千原本名なんですけど、いやこういう時は千原さんに聞いたらなんか知恵を授けてくれるんちゃうかって、悪知恵得意やしみたいなこと言われてそうですかって聞いて、ああそれやったらね、これこうやったらいいんですよって、でこういうふうにしてこれでそんなことできるんですかって言われて、できますよ、大丈夫ですよって、まあちょっとね手間暇かかりますけど、仕事やと思って頑張ってくださいって言って、どうもありがとうございますって電話切ったんですけど悪知恵はね得意技なんです、私もうね小さい時からそうなんですけどね、何人かね悪ガキ集まるでしょ、何して遊ぶかっていうね、遊びをね考えるの得意なんですよこうやってこうやろうって、お前これやれって言って僕はもうリーダーじゃないんですよ、参謀そうリーダーみたいなのが俺でちゃんと悪ガキで、ちゃんと力も強くて運動もできるやつ、私もどっちも苦手なんでね、知恵悪知恵まあいい意味で言うとね、大人の世界で言うと企画力ってやつですね私は悪巧みとか言うてますけど、で、あれですね、そのこういうのってね僕は得意なんですけど、むっちゃ得意なんですね、次から次へね悪知恵出してくるんですよ。でこうやって YouTube で喋ったらね仕事になるんちゃうかっていうのもね、もう悪知恵みたいなもんなんですよ、まあ、人に勧められたってあるんですけど、で何喋ろうかなと思って、別に何でもええやん世間話で飲み会の時のバカっ話ええやんという、そういうノリでやって始めたわけですけども、こういうこと始めるのもね、あるいは僕が書いてる資産価値レポートっていうの、こんなもんが世の中にやってもええんちゃうのっつってやってみたら意外に売れたみたいなそういうね、それ全部悪知恵なんですよ、僕に言いましたら悪巧みというか、まあ、だからね自称悪知恵のデパートなんです私。でね、自分でやることのね、悪巧みをするのはもちろんなんですけど、人にね聞かれたらね、これそれこうしたらええんちゃうの、こうでええんちゃう、こういう手があるんちゃうのとか言って、よく教えることがあるしリーマンショックの時はね、会社をクビになったリストラされた人がよう僕のところ来てね、なんかどっかありませんかって言うから、そんなどっかあるとか、こんな時にね雇ってあんたみたいなね40過ぎのね大して脳もない人間雇ってくれるとこあらへんでって、どうやって自分で商売せえみたいなことをよく言うてた覚えがあります。こんなことができんで、あんなことができんでっていろんなこと言うてあるんですけど、やっぱりできへんやつはできへんのですよね。そのサラリーマンでね、サラリーマンはもう20年もやったらもう心が奴隷になってますからね、お金っていうのはどっかからもらうもんやと思ってるわけですね、働いて給料でもらうもんやと思ってるわけですね、自分で稼ごうというなんていうか、もうこれないんですよ、失われてるんですよ、その動物としてのね野生のね狩りの本能が。で私はね27の時かなサラリーマン辞めましたから、その時以来お金は自分で稼ぐもんやと思ってるわけですよ。だから給料をでもらおうとは思わないんですよ基本的にはね。でもこんだけ出してくれたら僕やっててもええでっていうようなことをオファーはしたことありますけど、結局実りませんねだから結局ねあれですよ、自分で何をするか、どんなことをやったらお金になるのかっていうのを考えて、それを粛々と実行すればいいだけの話なんですよね。であるいはその今の話ですけど、そういう手続きをどうやってクリアするかっていう、まあ、考えたらねいくらでも手はあるんですよ、そんな考えないだけなんですよ。
自分の頭でね、その考えられればそれに越したことないんですけど、まあまあね、あの今日の方もそうですけど、そのそんなに頭は柔らかくないわけですよ。あの頭が柔らかいとね、こう一つのことをこう力でも力でも力でもどっからでも見れて、なんか言えてないかいなと、なんかこれをクリアするってないかいなっていうふうに考えるわけですけども、そういうことができる人とできない人ってやっぱし分かれてまして、すみません副鼻腔炎ですからね、コロナちゃいますよ多分ね。そんなこと言いながらもう3ヶ月ぐらいやってるまあええけど、そのあれなんですよ、物事を柔軟に考えられる人という方が少ないっていうか、10人に1人もおらへんのちゃうかな。だからね、僕の悪知恵もね、特殊技能といえば特殊技能なんですよ。で、今の人みたいで、それを知ってる人はね、こう利用しに来るわけですよ。利用してね、アイディアだけ聞いてね、後で何もないんですよ大体は。ありがとうございましたの一言で終わりなんですよ。そんなんだら教えへんかったらええやんと思うでしょ。でもね、悪知恵ってね、やってて楽しいんですよ。次こんなことやってみたろうとか、あんなことやってみたろうとか、いろんなことやるんですよ。ただね、いろんなことやってみてうまくいかない方が圧倒的に多いですよ。そうですね、20個ぐらいやって1つうまいこといくかなという、1つか2つ、2つはいかんかなみたいな感じですね。だから私もいろんなことやりました。お金をかけずに、お金をかけたこともやりました昔。お金をかけてやったこともありますし、今はお金がないんでね、お金をかけずにできることしかやりませんけど、別にお金ってね、かけんでもね、できることっていっぱいあるんですよ。例えばこの YouTube でもね、最初はね、その辺にある機材を使ってやってたんですよ。でそれやったらだん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 ね、音がするとかね、いろんなこと言われてね、でちょっとずつお金をかけてやってきたんですよ。でも今でもね、こんなん全部で20万もかかってない。このパソコンだけね、ちょっといいの買いましたけど、十何万のパソコン買いましたけど、他のなんて別に全部集めてもね、数万円ですから、もういくらでもないんですよ。まあパソコンはね、YouTube やるのはちょっとあれが、CPU がいいのでないとなかなか回りませんからね、重たくなったりするんでね。まあそれくらいですね。最初は、だから最初の数ヶ月はこれもなかったんですよ。半年ぐらいかな。もうゆっくりゆっくりやってて、一つの動画を出力するのに40分とかかかってたんですよ。まあそれでもね、できてました、ね。最初にね、道具揃えるとかね、そういう発想の人はありません。その頭固い。その形から入るって言うんですけど、形から入る人って大体頭固いんですよ。で、その今まであるどれかのパターン通りにやらなあかんと思ってるわけですね。なんでそんな人のやったパターンに合わさなあかんのって僕いつも思うんですよ。こんなもん俺が自分でやるわ、みたいな。僕はそういう発想なんでね、その誰かのパターンに合わせて自分の仕事を作ろうとかね、ビジネスをしようって全然思わない。俺は俺のパターンやって常にそう思ってるんですね。だからこうやってね、動画いっぱい出してますけどね、人の動画なんかほぼ見ませんよ。ほぼ見ませんね。こうやって喋ってはる人の動画なんて年に1本2本、何かの時に資料でどうしても見なあかんっていう時に見てて、へえこんな人おるんやと思って。皆さん綺麗に作ってらっしゃいますよね。 2,3 人見ましたけど、やっぱ本格的に。でも僕ただおっさん喋ってるだけでしょ。僕はそれでいいんです。形から入らない。悪知恵というのはね、形から入ったら出てこないんですよ。まっさらのところから、なんかなんかおもろいのないんか、なんかやりようないんかと思わんと出てこないんですよね。ほんで、その、人の真似しようとは思わんことですね。人の真似してたら、所詮人の真似であって、パターンにはまってるだけであって、その真似する元以上のものにはならないわけですから。それはこっちからこっちからってつまんできてっていうのはいいかもわかりませんけど、全くね、無から有を生むつもりがいいんですよ。Making something out of nothing って言うんですけど、無から有を生むつもりでないとね、いい悪事例は出てきませんね。多少真似してもいいと思いますけど、でも、はなからね、誰かのこの真似して儲けたろうとかね、そんなん、実際僕は儲けてはいませんけどね、なんとか食える程度にやってるってだけですけど、まあね、あれですよ、この時期になると皆さん困らはるでしょ。困らはるとね、あんなやつおったなぁ、ちょっと話聞いてみようか、みたいな、で、聞きはるんですよ。これから増えると思います。またね、悪知恵の出しどころですよ、こういう時は。皆さん困って、今までのパターンではうまくいかないわけですからね。
そういう時に、まあ、僕の悪知恵を使っていただいて、うまくいった人もいればいかない人もいますけどね。それはさっき言ったように悪知恵ってね、20個出したらね、1個か2個しかね、うまくいかないんですよ。それはやってみな、トライの精神でね。そういうことでございまして、なんか悪知恵欲しいという方があれば、連絡をいただければお会いしないこともないです。その内容によっては。はい、というお話でございました。皆さんどうもありがとうございます。